ジャーメインカースは、ワシントン州、レークウッド出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のシアトルシーホークスなどでプレーした。ポジションは、ワイドレシーバー。地元の高校に、進学、3年時には54回のレシーブで903ヤード、8TD を上げた。その後、ワシントン大学に進学し、1年時の2008年は、2試合の、 先発出場を含む全12試合に出場し、20回のレシーブで301ヤードを獲得 2TD を挙げた。2年時の2009年は9試合の先発出場を含む12試合に出場し、チームトップの50回のレシーブで866ヤードを獲得 8TD を挙げて、パシフィック10ンカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。三年時の二千十年は、 全13試合に先発出場し、チームトップの63回のレシーブで1005ヤード、12TD を上げて、2年連続でカンファレンスのセカンドチームに選ばれた。4年時の2011年は47回のレシーブで699ヤード、7TD と成績が下降した。NFL スカウティングコンバインの40ヤード層では4秒58を記録した。 2012年4月28日、ドラフト外フリーエージェントでシアトルシーホークスと契約を結んだ。8月18日、デンバーブロンコスとのプレシーズンゲームでは37ヤードのレシーブを記録した。8月31日に解雇され、プラクティススクワットとしてシーホークスと契約を結んだ。シーホークスの WR 人にブレーロン、エドワーズ、ダグボールドウィン、 ゴールデンテート、ベンオボマヌと負傷者が続出した10月下旬に、プラクティススクワットから53人のアクティブロースターに、昇格した。11月26日のマイアメドルフィンズ戦では、第3ダウン3ヤードに8ヤードのパスをキャッチした。第16週のサンフランシスコ4 9ナーズ戦では、第3ダウン8ヤードで、ラッセル・ウィルソンから17ヤードのパスをレシーブ。このレシーブは、 シーホークスの最初の TD ドライブにつながった。2013年、カロライナ・パンサーズとの開幕戦で43ヤードの TD レシーブを上げて、12から7の勝利に貢献した。この TD レシーブはプロ初 TD でもあった。第5週のインディアナポリス・コルツ戦では28ヤードの TD レシーブ及び、コルツのパントをブロックして、セーフティを奪った。 第10週のアトランタ・ファルコンズ戦では、ラッセル・ウィルソンからハンドオフを受けた、マーション・オン・リンチがウィルソンにボールを戻してからのパスという、フリーフリッカープレーで43ヤードの TD レシーブを上げた。サンフランシスコ・フォーティナイナーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは35ヤードの TD レシーブを上げて23から17の勝利に貢献、チームは、 第48回スーパーボールに進出した。スーパーボールでは23ヤードの TD レシーブを含む4回のレシーブで65ヤードを獲得。第3球にはショートパスを受けた後、5人のタックラーをかわしてエンドゾーンに飛び込み23ヤードの TD を上げた。2014年より先発 WR となった。カロライナ・バンサーズとのディビジョナルプレイオフでは片手で補給したプレーを チームのプレーオフ記録となる63ヤードのタッチダウンレシーブとした。グリーンベイパッカーズとの NFC チャンピオンシップゲームでは彼がターゲットとなったプレーでラッセル・ウィルソンが4インターセプトを喫したがオーバータイムに上げたその試合唯一のレシーブが35ヤードの決勝タッチダウンとなった。第49回スーパーボールに進出したが ニューイングランドペイトリオッツに24から28で敗れて連覇はならなかった。2016年3年1350万ドルで契約を結んだ。この年41回のレシーブで510ヤードを獲得1トッチダウンを挙げた。12月にタイラーロケットが負傷した後ダグボールドウィンに次ぐ第 2WR となった。2017年9月1日。 翌年のドラフト二巡指名権と共にシェルドン・リチャードソンとのトレードでニューヨーク・ジェッツに移籍した。第13週のカンザス・シティ・チーフス戦ではサイドライン際で片手でダイビングキャッチするスーパープレイを見せた。2018年最初の4試合で7回のレシーブで71ヤードの獲得にとどまった。第6週のインディアナポリス・コルツ戦で9回の レシーブで94ヤードを獲得した。第11週のニューイングランドペトリオッツ戦で欠場したダーノルドに代わって出場した女子マカウンからシーズン最初の TD レシーブをキャッチした。前年ジョン・モートン攻撃コーディネーターのもと自己ベストの65回のレシーブで810ヤードで5タッチダウンを上げた彼はジェルミー・ベイツ攻撃コーディネーターが プレイコールを行ったこの年37回のレシーブで371ヤードを獲得1タッチダウンに終わった。シーズン終了後彼はベイツのオフェンスが創造性に欠けて保守的すぎたと批判を行った。2019年6月6日、デトロイトライオンズと1年135万ドルで契約を結んだ。 同年8月8日のニューイングランドペイトリオッツとのプレシーズンゲーム第19序盤のランプレーでブロックを行った際、ボールキャリアにタックルしようとした T.Y. ジョンソンがタックルミスをし背後からカオスの左足にヒットし足を骨折した。ライオンズでは第4の WR として期待されていた8月10日に故障者リスト入りした。2020年9月29日に 現役引退を表明した。ありがとうございます。